カモメ食堂は、ムリヨーコの小説及び、それを原作とする2006年3月公開の日本映画、小林里美、片桐入り、元タ雅子主演。監督は、小木上直子、キャッチコピーは、腹ごしらえして歩くのだ。個性的な面々が、フィンランドのヘルシンキを舞台に、ゆったりと交流を繰り広げていく様子を描く、第回横浜映画祭にて、 第5位を獲得した。最も将来性が期待できる監督に与えられる、新道カネト賞2006、銀賞を受賞。ある夏の日、日本人の女性、サチエは、フィンランドの首都ヘルシンキにて、カモメ食堂という日本食の食堂を開店させた。しかし、近所の人々からは、小さい人のおかしな店と敬遠され、客は全く来ないのであった。そんな折、 不意に食堂にやってきた日本かぶれの青年トンミヒルトネムからガッチャマンの歌の歌詞を質問されたものの歌い出しを思い出すことができずに悶々としていた。サチエは町の書店で背の高い日本人女性緑を見かける。意を決してガッチャマンの歌詞を教えてくださいと話しかけると弟の影響で知っているという緑はその場で全歌詞を書き上げる。 旅をしようと、世界地図の前で目をつぶり、刺したところがフィンランドだったという緑に縁を感じた。サチエは、彼女を家に招き入れ、やがて食堂で働いてもらうことになる。緑は食堂を繁盛させようと、メインメニューであるおにぎりの具にトナカイ、ニッシン、ザリガニといったフィンランドで定番とされる食材を採用するなどといった、様々なアイデアを出すが、サチエは、おにぎりは梅。 鮭おかかであるというポリシーを持っており譲らない。だが、ある日思い立って、フィンランドの定番食であるシナモンロールを焼くと、いつも遠巻きに見ていた主婦たちがその匂いに釣られて来店し、その日を境に少しずつ客が入るようになる。そんなある日、マサコという日本人旅行者がカモメ食堂を訪れる。マサコは介護していた両親が亡くなった後、 ある時太めにしたテレビで、フィンランドのエアギター選手権を知り、大らかな国民性に惹かれてフィンランドまでやってきたのだった。空港で荷物を紛失して、足止めを受けていたマサコは、荷物が見つかるまでの間、観光をしながら、カモメ食堂へたびたび来店し、そのうち食堂を手伝うようになる。夫に家を出て行かれてしまった、中年女性、リーサ。 経営していた店が潰れ最初とも疎遠になっている男性マッティなどいろいろな事情を抱えた人々との出会いを経てささやかな日常を積み重ねていくサチエたち徐々に客の入りが増え始めていたカモメ食堂はやがて地元住人で賑わう人気店となるのであった撮影にあたって実際に存在する現地の食堂カハビラスオミをカモメ食堂のセットとして使用していた現在も ラビントラカモメとして実在し、日本人観光客の少ないフィンランドにおいて、日本人の集中する観光スポットとなっている。また、フィンランド政府観光局が撮影協力したため、マリメッコやイッタラなど、フィンランド企業の商品がプロダクトプレイスメントとして多く登場する。サチエが緑にガッチャマンの歌の歌詞を教えてもらう場面では、アカデミア書店内のカフェアールトが、 ロケ地として使われた。2007年2月、映画と同じスタッフ、フィンランドロケで小林さと美がイメージキャラクターを務めている CM にて、カモメ食堂が再現された。ありがとうございます。